はい、2018年の2月7日16時20分の解説になりますけども、これがね、デイリーですよね。デイリー見てるとどうやらね、ここをひげを出して上の方に若干切り上がってるのかなっていうふうに思います。今は陰線をですね使ってるところなんですけども、作ってるところだと思いますけども、これは買い目線の方で見た方がいいのかなと思いますよね。で、4時間足に帰ってみますと、これが買い目線であるかどうかっていう見方なんですが、これはね、売りに入ってるんではなかろうかという気がしますね。ちょっと断定はできないんですけども、この2本のトレンドラインに沿って下がっているような気がします。ただこれもブレイクして上の方に移ってますんで、ここから上に向かうんではないかなと、どっちとも言えないという状況ですね。で、1時間足はドーンと下がってきた分を取り戻して、下がる前の水準まで行こうかなというところで、またですね売りが入ってこの水準に戻ってきているということで、ここからこの売りのですね、陽線、陰線ですね、陰線がさらに伸びていって大きな陰線を作るんではないのかという気はしますが、この安値がですね順番に切り上がっているところを見ると、この辺で止まって上に行く可能性も大きいかなというところですね。で、15分足を見てみると、徐々に下がってますよね。下がってるんですけども、この底値がですねやっぱり切り上がってきているところを見ると、ここで止まって上の方に向かうんではないかなと、買いということが可能性としては考えられるかなと。小さな時間軸では買いが入っていて、大きな時間軸でもこれは買いに向かうのかなと思いますが、4時間の方だけですねちょっと気になりますね。これ本当に単純に買いに向かうのか、考えられるものとしてはこのトレンドラインに当たった時に、この上のラインに当たった時に買いの方に向かっていくのかなと思いますけども、そう考えていくとですね、新しくここに線を1本引かなくてはいけないのかなという気がします。おちょっと変わっちゃったラインよね。ここっすかね。あら、しまった。ちょっと慌てておりますけどもね。こっからこういうふうに上に上がっていくのかな、ちょっとわかんないですね。エントリーは相変わらずせずでいきます。様子を見るような感じになりますけども、あとちょっと3時間か4時間だけ見てみましょうね。それでは失礼します。